金解禁あるいは、金輸出解禁とは、金貨及び金地金の輸出許可制を廃止して金、本位制に復帰すること。あるいは、流通貨幣の発行国が、本位貨幣に戻ること。日本においては、1930年に、浜口内閣によって行われた、金解禁を指し、それに加えて、翌年の犬飼内閣による、 金輸出禁止に至るる一連の経済政策をまととめて指すこともある日本においては、進化条例制定前から、伊藤博文や吉田清成といった、金本位制を主張する勢力がくすぶっていた。当時の、親とい外国人や今日の研究は、世界的潮流であった、銀本位制の方が、イギリスほど豊かでなかった国情にふさわしかったと考えている。 本校においては金解禁停止のきっかけとなったドル買い事件についても合わせて解説する。第一次世界大戦以前の主要国は、ほとんどが金本位制をとっており、打艦紙幣を自由に金に交換することが可能であった。ところが、大戦勃発後、金の国外流出が危惧されるようになり、1917年9月10日に、 アメリカが金への打艦の一時停止と輸出禁止を発表した。2日後の9月12日には、日本政府も、金貨幣また破金地金輸出取り締まりに関する件を出して、金輸出の許可制を導入した。だが、実際には許可が出されることはなく、事実上の輸出禁止となった。これはあくまでも一時的な措置で、戦争が終われば、 直ちに解除される性質のものであった。事実、アメリカは2年後の大戦終結直後に、金融出を再開した。また、1922年4月10日から同年5月19日まで、開催されたジェノア会議において、先進各国が、一刻も早く、金本位制復帰するように求める決議も出された。だが、当時の日本の立憲政友会政権は、 国内に対する積極財政政策と北洋軍閥の北京政府支援のために大量の借款が必要となるという観測から金解金を先送りした。この間、貿易収支は大幅な赤字となり、為替相場は当時の陛下とされた100円イコール49.875ドルを大幅に下回った。このため、高橋惠紀は国外にある 日本政府保有の金を売却して、これを戻そうと試みたが、それにも限界があった。そこで、高橋に代わって、大倉大臣となった、一清と彦は、金解禁を検討した。しかし、帝国議会で、立憲政友会は、金解禁を時期尚早とし、対する憲政会は、国際協調を重視して、早期解禁を主張して対立した。さらに、 1923年9月1日に発生した関東大震災とそれに伴う金融措置の必要から金解金は先延ばしにされた。震災は大幅な円安と過度な輸入を招いて経済混乱に拍車をかけた。このような中で1926年1月に成立した県政会第一次若月内閣の大倉大臣片岡直春は 金解金の断交を公約として、その障害となる、震災手形の処理を行おうとした。だが、この対応のつたなさが1927年の金融強行を招き、政権は再び声優界の田中義一内閣に移って、積極財政路線が復活。為替相場は乱高下を繰り返したのである。1928年に入り、フランスが、 金解金を行うと主要国でこれを行っていないのは日本のみとなり、内外からの批判を浴びた。また、為替相場の不安定ぶりに悩まされた、金融界と貿易関係の業界からは、金解金を行って為替相場を安定させることを望む声が上がり、10月22日東京、大阪の両手型交換所と、東京商工会議所からは、 金解金即時断行決議が政府に対して突きつけられた。さらに、1930年に設立される国際決済銀行の出資国、国際連盟財政委員会構成国の要件に金解金の実施が盛り込まれたことにより、当時、五大国と呼ばれた日本の維新にも関わる事態となった。当時の田中義一内閣の大倉大臣、三津地中蔵は、 こうした状況から金解金はいずれは避けられないと考えて財務官、津島都市市を欧米諸国に派遣した。金解金に備えてクレジットの設定を依頼するためであった。これは次の契約内容で無事に設定された。総額、アメリカ2500万ドル、イギリス500万ポンド。契約当事者、日本側横浜賞金銀行、米国側、 モルガン商会、クーンレ令ブナショナルシティ銀行、ファースト、ナショナル銀行。英国側ナショナルウエストミンスター銀行、ロスチャイルド、香港上海銀行など。契約期間、金解金奨励交付の日より1年間。もっとも問題は、仮に、金解金を実施するとしても、その価値をいくらにするかであった。第一次世界大戦前の日本では、 金2分を1円相当としていた。しかし、金輸出が禁じられてから10年以上を経て、内外の経済状況は大きく変化しており、実際の為替相場は、関東大震災時1923年の100円イコール38ドル前後を、最安値として、1928年当時には100円イコール44ドル前後となっていた。このため、 金海禁時の陛下の価値基準を禁止前の陛下のまま解禁するのか、それとも実体経済に合わせた陛下にするために通貨価値を落とすのかが問題となった。さきのジェノア会議でも陛下をどうするのかが問題とされた。旧陛下のままでの金海金は世界的に低調気味であった為替相場を異常に高騰させて輸出を不振に追い込み国内には 安い輸入品が入ってデフレーションが発生することは明らかであった。そのため会議の決議には金解禁を行う際に陛下を見直すことが含まれていた。実際に会議当時未解禁で会議後に金解禁を行った国々はほとんどが実態に合わせた陛下切り下げを実施していた。また鉄鋼業などの重工業関係者の間には デフレーションと外国製品の輸入価格の下落を恐れて、金解禁に反対する意見も上がっていた。これに対して、東洋経済新報の石橋丹山は、高橋亀吉に、グスタフカッセルの購買力閉価説で説得され、金解禁自体には賛成するが、こうした器具を払拭するために、閉鎖切り下げを行った上で、金解禁を行うべきであるとする。 新陛下解禁論を唱えた。これには、オバマ・とシナリ、山崎・安澄らが続いた。一方、大倉省の津島財務官も、現状では、陛下切り下げによる、金解禁が妥当であると報告した。ところが、7月2日、田中義一内閣は、いわゆる、満州防重大事件によって、金解禁を実施することなく崩壊した。 1929年7月、新しく成立したのは、浜口祐子を主犯とする立憲民政党の浜口内閣である。新内閣の大倉大臣には、元日本銀行総裁で元大倉大臣の井上淳之助が任命された。立憲民政党は、金解禁の断行と、法満財政の整理を公約に掲げていたが、日銀総裁、 大倉大臣を歴任した井上にはその旗振り役が期待されたのである。井上は直ちに旧陛下による金解禁の実施を主張して、その準備のために金縮財政を実施の上で財政支出を抑え、為替相場を回復させることを表明したのである。浜口や井上が金解禁や財政再建とともに重要視していたのは、 産業の構造改革であった。明治時代以来の政府と、政省、財閥のもたれ合いの上に発達を遂げた、日本の産業の国際競争力は、決して強いものとは言えなかった。特に、第一次世界大戦後の不況の長期化は、こうした日本経済の悪い体質にあると、浜口や井上は考えた。金塊金によるデフレと、 財政緊縮によって一時的に経済状況が悪化しても、問題企業の整理と経営合理化による国際競争力の向上は進み、金本位制が持つ通貨価値と為替相場の安定機能や国際収支の均衡機能が発揮されて、景気は確実に回復するはずであると考えたのである。まず、井上は、全内閣が定めた。 昭和4年度当初予算の5%に当たる9000万円のカットを行い、続いて昭和5年度予算も緊縮型予算とした。また、公務員給与の1割カットを提唱した。さらに、津島と市市を再度アメリカ・イギリスに派遣して、アメリカ・イギリスの銀行から1億円相当のクレジットの約束を取り付けた。また、日本銀行には、皇帝部会の引き上げを、 横浜賞金銀行には、円側制の介入と、外貨集積を支持した。これによって、保有外貨が3億ドルに増加し、為替相場が48ドルまで戻った。これを見た、浜口内閣は、同年11月21日、来年1930年1月11日をもって、旧陛下による、金解禁を実施することを発表した。井上は、 金解金の目的を、財界の安定、国民経済の根本的立て直し、日本経済の世界経済への上動復帰、金本位制の擁護、日本の経済力の充実発展の5点を掲げ、金解金に伴う景気への悪影響を、最小限に抑制するために国民に対して、消費節約と国産品愛用を訴えた。ところが、 この少し前の1929年10月24日、ニューヨーク株式市場の株価大暴落が発生して、アメリカ経済は大混乱に陥っていた。これが、後の世界恐慌のきっかけになるが、当初日本国内では、その影響について意見がまちまちであった。これを見た、新平化論を唱えていた。 石橋ら経済評論家やアメリカ経済の動向を危惧する三菱財閥の加賀見吉らは旧陛下での金解禁に強く反対した。一方、三井財閥の池田重明を中心とした金融界はこれ以上の金解禁の遅延は許されないとして金解禁を指示。井上も工業国では10年に一度のペースで強行が発生していたことから 今回の強行を通常経済の範囲内の出来事と考えたために方針変更を行わなかった。そして1930年1月11日、当初の予定通り、金2分イコール1円イコール0.49875ドルの急閉下による金解金が実施されたのである。この1930年に入ると、 アメリカの強行が日本国内に影響を及ぼすようになった。折しも、浜口内閣は、金海金に見合った、為替相場を維持するために、デフレ政策を取っていたことから、金海金から半年で、日本の国内卸売物価は7%下落。また、台米為替相場は11.1%の円高、アメリカの国内卸売物価は2.3%。 下落していた。その結果、日本の国内市場は縮小し、輸出産業は円高によって、国際競争力を失って不振に陥り、日本経済は二重の打撃を受けることになった。浜口や井上は、アメリカが強硬に陥っても、世界経済の中心であるイギリス・ロンドンのシティが安定していれば、強行は時期に収まるものと判断して、 翌昭和6年度予算では、さらに大幅な歳出削減によって、総額14億5000万円にまで歳出を削減することとした。これに対して、声優会や産業界、一般国民からは、金融室の最低しか、閉化切り下げ、さらに景気対策を求める声が紛失した。しかし、浜口内閣の路線は金融会からは支持された上、減老。 西恩寺金持ちも、政友会が、田中義一内閣時代に言った、対中国強行路線が招いた、国際関係の悪化に不快感を抱いており、当分は、立憲民政党内閣を継続させて、対外信用の回復に努めるのが望ましいと判断、し、これを黙認したのである。アメリカは、金ドル交換を停止していたことから、金解禁直前より、 陶器筋の思惑外による円外ドル売りが行われ、解禁後の強行の深刻化に伴って、貿易の決済資金確保のための需要が加わり、さらに金への打感と成果の海外移送が行われるようになった。このため、わずか半年間で2億3000万円もの金と成果が国外に流れ、 元から日本国外に保有していたものの流出分を加えると2億8500万円もの金と成果が失われてしまったのである。これに対して井上は同年7月31日に横浜賞金銀行に対して必要な場合に成果の幻想を認めることを条件として顧客の請求に応じて無制限にドルを売って為替相場の維持を図る。 為替統制売りを命じたのである。だが、日本国内では金解禁直後から銀価格の暴落が始まり、同年6月には、キート価格の暴落、同年10月には、米価の暴落が続いた。このために、企業の倒産、合理化が激増して、大量の失業者が発生し、中小企業や農村は急暴化した。さらに、 緊縮財政問題とも関連が強かったロンドン、海軍軍縮条約締結をめぐる、東水県甲板問題も絡んで軍部からも、反感を買い、ついに同年11月14日に、浜口首相が狙撃される事件も発生した。1931年に入ると、長期にわたる、低金利と取引先の破綻の影響で、経営危機に陥る、中小銀行が、相次いだ。 大手銀行は、余剰資金の投資先を求めて、為替党制売りを利用して、ドルを手に入れた上で外債などに投資を行い始めた。一方、同年4月、浜口首相が、前年の狙撃で受けた傷の悪化によって、政務を取りがたくなり、立憲民政党総裁は、若月玲次郎に交代して、同年4月14日に、第二次、若月内閣が発足した。ただ、 井上は大倉大臣に留任した。同年5月8日、オーストリアのクレジットアンシュタルトが破綻、3日後に取引停止となった。同銀行はウィーンのロスチャイルド家の影響下にあった、同国最大の銀行であり、ドイツ・イギリスの金融界とも密接な関係にあった。このため、ヨーロッパの金融市場は大混乱に陥った。日本の大手銀行は、 ヨーロッパ市場における外貨調達に困難を感じるようになり、日本国内においてさらなる為替統制売りを利用したドル買いと海外支店への送金に走った。これを受けて政府も為替相場の安定のために成果の幻想を強めた。この一連の動きは為替相場を一気に円安に転じさせる大きな可能性を秘めていた。これに気づいた大手銀行や 投機筋は、為替最期による利潤を狙った、投機目的のためのドル買いを拡作し始め、後にドル買い事件と呼ばれる問題に発展していくことになる。同年9月18日、龍城湖事件をきっかけに、満州事変が勃発。さらに、同年9月21日には、井上が、一流の望みを託していた、イギリスも、金融出を禁止して金本位制から離脱した。 井上財政の根幹である、金縮財政と、金本位制維持の根拠が崩れたと見た大手銀行や、投機筋は、一斉にドル買いに殺到した。このため、同年9月末までの10日間で2億4700万円の、ドル合わせが買われ、その結果、金会金以来の成果流出は6億5000万円にも、達した。その一方で、日本国内の成果が急速に減少し、 深刻なデフレの様相を見せ始めた。ドル買いの最大手はアメリカ系のナショナルシティ銀行であり36%を占めていた。これに住友銀行、三井銀行、三菱銀行、三井物産が続いた。世論は大手銀行が尻死欲のために ドル買い占めを行って金融出債禁止に伴う為替相場下落を狙っていると非難した。井上はこうしたドル買いに加えて満州事変勃発以後の中国における反日感情の高まりから日本通貨の信用が低下しているという情報を受け、同年10月5日と同年11月4日に日本銀行に対して 皇帝部会の引上げを明示ドルい資金の調達を困難にすることで大寺の金塊砂取りに対抗した。さらに、同年10月15日には貿易決済の立証できないドル買いを全面禁止したが、その頃にはなお2億6000万円以上のドル買いが行われて、1ヶ月で5億円以上の金が買い占められる結果に至った。井上は一連のドル買いを 三井銀行を中心とした大手銀行の売国的行為と非難した。これに対して三井銀行の池田茂明は三井銀行がロンドンに保有している8000万円もの金がイギリスの金融出禁止によって本国への引き上げを差し止められたためその穴埋めのためにやむなく行った行為でありその額も4324万円相当に過ぎない。 それに日本は成果である金融出を認めているのに、その成果を使ってドル買いをして何が悪いのかと反論した。マスコミは三井銀行の粉飾決算疑惑を取り上げて三井銀行を攻撃したが、その根拠は曖昧なものであった。にもかかわらず国民や右翼、無産政党らの反感は高まった。同年10月17日には、 陸軍青年将校と右翼による10月事件が摘発され、同年11月2日には赤松勝丸と彼が率いる社会民主党社会青年同盟員30名が三井銀行営業部に乱入する事件が起きた。さらに右翼や左翼によるた銀行襲撃の噂も囁ささかれた。金融引き締めが効果を示していると見たいの上は、 同年12月10日に歳末を理由に、同年12月15日をもって、年内のドル為替を一切停止すると声明したので、ある。大手銀行側はここにおいて、資金面でも心理面でも追い詰められることになった。ところが、同年12月11日に、協力内閣構想を進める一方で、金輸出禁止を唱えて井上と対立していた、内務大臣、足立健造が、 党内からの孤立をきっかけに閣議をボイコットし、内閣は崩壊に至った。元老、西恩寺金持ちは、立憲民政党内が分裂含みである以上、立憲政友会に政権を任せるたなしと判断して、後継に立憲政友会総裁の犬飼武氏を推挙した。同年12月13日、犬飼内閣が発足して、 高橋キオが再度、大倉大臣に就任すると、その日のうちに、金輸出を禁止とする、大倉省令が出されて、同年12月17日の緊急直令によって、日本銀行券の金貨への打艦は、全面的に停止されて、日本の金本位制の歴史は幕を閉じることとなった。これによって、ドル合わせが総額7億5400万円も、 銀行に対して売り出された一方で、為替相場は大暴落して金解禁直前に100円イコール49.38ドルで、事実上固定された状態にあった相場は、半年で30ドルを割り、1年後には20ドルを割り込む事態となった。これにより、外債利払い負担が増加し、対策として、電力連盟というカルテルが結成された。その後、 政府の介入と強行の商工化で1934年頃には100円イコール29ドル前後で安定した。この間にドルを買い占めた大銀行が莫大な利益を上げたことは明らかであり、これが国民世論における大手銀行を抱えた財閥への非難と軍部の大外進出路線への支持に転嫁する一因となった。こうした中で2月3月に起こった 血明団事件は時代を象徴していた。緊急直例による、最近市までに流出した金は600トンに上るという。ただし、日銀の成果準備額を遡ると、被害の正確な規模がわかる。第一次世界大戦後の最高値である対象10年の21.83億円が、まだ解禁していない昭和4年末で10.72億円に落ち込んでいる。 そして最近市の昭和6年は4.69億円である。落ち込みの激しさは関東大震災を経た期間の方が近海近から最近市までの間に勝る。その震災が電力会社に外災を発行させ利払い対策に結成された電力連盟の顧問には池田がいた。ありがとうございます。